札幌市交通局重軽電車は、1918年に登場した札幌市電の路面電車である。1918年の札幌電気、機動株式会社開業に伴い、1898年から1907年にかけて、東京の月島井上工場、日本車両及び名古屋電気鉄道の自社工場で製造された名古屋。 電気鉄道の第1号型電車及び増備型の第13号型電車を購入したものである。木造4輪単車で11から37号の24両。第1号型では台車と伝送品には米国製の部品が使用され、後半リベット組のペックハム7バイト台車とウォーカー車製の制御機及び 25PS モーター1機を備える。 1900年以降に増備された17号からは、伝送品を、ゼネラルエレクトリックの 800E 型モーターと同社の R2 型制御機に変更された。メーデンでは、大正時代に入ってから、より大型、高出力の電車の収益が進んだため、小型で低出力な1号13号型は徐々に仕事の場を失っていた。 札幌上都と前後する1918年内に1号型と13号型は全車が廃車され、計37両のうちの24両が改造を受けて札幌に引き渡された。札幌電気軌道では開業にあたり、当初はイギリスのデッカー車より 1372mm 期間の車両を輸入することを目論んでいたが、 第一次世界大戦の混乱で同年開催の北海道博覧会に間に合わないと判断されたため、1067mm 機械を有する中古車両の購入となったとされている。購入にあたり1917年から名古屋電車製作所にて改造が施され、当時名電にて増備中だった168号型電車を参考にして、車体改造が実施される。 裾絞り形状の車体は、絞りのない直線の羽目板の車体となり、オープンだった運転台には窓ガラスが取り付けられた。なお、後年の札幌市交通局側の説明では、名古屋電車製作所が製造所と記されているが、所言表の改造所を製造所と誤解していたとされる。運転台は窓ガラスを取り付けたとはいえ、扉は、 装備されていなかったため当機の運転は乗務員にとって厳しいものであった。1927年の市営化後、1930年から1936年にかけて全車廃車となったが、1両が車席復活し、保存されている。市営化の時点で3両が見届けで除雪車に改造されていた。他に山水車水1から2号。 ササラ電車行き11から13号の種車となったほか、コントローラーほか伝送品は、ササラ電車のロータリーブルーム駆動や中央車庫のクレーンにも流用された。29号が廃車後車庫内で保管されていたが、1951年の演山動物園開園にあたり、遊戯物として園内に展示された。1960年に演山動物園より返還され、 廃車となっていた40系の部品を利用して、運転可能に整備され、復席、復元時に台車部から見つかった名電時代の番号と、おぼしき22号に改版された。イベント等で1977年頃までは、数回運転されたが、その後は、札幌市交通資料館での生態保存となった。現状では営業線上の走行は、不可能であり、 書類上においても1993年に正式に廃車とされている。上記の通り1901年に製造され、1907年まで名古屋で使用された。その縁で2015年3月に迎える博物館明治村海村50周年に合わせて2014年6月28日から明電1号型里帰りプロジェクトとして特別展示されることとなり、 これにあたって2013年に博物館、明治村に輸送された。2020年3月札幌市に返却予定。2020年3月、2022年3月まで展示が延長されることが決定。ありがとうございます。